J リーグはこの選手に注目。左足でのミドル、さらにはフリーキック。強烈な左足からポンダ2世と呼ばれるのはジュビロ磐田、小林勇気。確かにヘアスタイルも本田とそっくり。さらには背番号も同じ4番。実は小林、15歳以下日本代表選出後各世代で代表入り。初の A 代表入りへ、小林が今日も左足で見せた。ハリルホジッチ監督が視察に訪れた磐田と甲府の一戦。日本代表入りへ結果を出したい磐田の小林勇気。前半27分、赤い丸の小林に注目。ボールを受け、小川に正確なパスを送ると、最後は太田。小林が起点となり、磐田が先制します。さらに前半36分、小川のクロスに、ここで小林。リーグ戦3戦連続となるゴールは貴重な追加点。小林の活躍により磐田が甲府に快勝しました。本田と同じように強気な発言が多いと言われている小林。今朝スポーツ紙でハリルジャパン入りへリストアップされたという報道については、意識しないしないって思いながらも、朝起きたら LINE が30件ぐらい入ってたんで、お前見に来てんじゃねえのみたいな。そこに入るのが目標じゃなくて、入った後がどうなるかが目標なんで、まあ、ビッグマウスって言われてるんで、それビッグマウスを吐くと、通過点だと思ってます。日の丸背負うことになるんだったら、責任感のあるプレーを見せたいなと思いますけどね。磐田戦に続いてハリルホジッチ監督が視察に訪れたのは名古屋対鹿島の一戦。代表監督の前で輝きを見せたのは名古屋の田口大志。0対0で迎えた後半1分、この位置から田口、無回転のミドルシュートがゴールネットに突き刺さります。田口のスーパーゴールで名古屋が先制。ハリルホジッチ監督の前で強烈なアピールをします。その後1点を返されますが、後半21分、田口のコーナーから竹内。田口ここでもアシストを記録します。しかしその後同点に追いつかれ、後半アディショナルタイム。鹿島の海洋にゴールを許した名古屋、田口が活躍するも名古屋逆転負けです。神戸と対戦した横浜は中村俊輔が得意の左足で見せます。前半23分、フリーキックのチャンス。中村が今シーズン3つ目のアシスト。中村の活躍で横浜がリーグ戦6試合ぶりの勝利です。アスリート、続いてはこの選手。去年 J リーグの歴史を変えるゴールが生まれた。それがこちら、歴史を変えたのはこの選手、柏の中川博人。実は身長155センチ、 J リーグ史上最も小さい選手が決めたゴール。身長155センチといえば、卓球の福原愛や、なでしこジャパンで一番小さい岩渕と同じ。なるほど、かなりの小柄だね。平均身長178センチの J リーグで中川はなぜ活躍できるのか、その秘密を探るため、Going は柏へ向かった。チームの中でも、ひときわ小柄な中川。ああ、確かにね。練習では、181センチの田中純也と果敢に競り合う。写真撮ってもらっていいですか？はい。練習後には、至る所でサインや写真撮影を求められる中川。サポーターにも大人気。向かったのは行きつけの小料理屋。ハツありますか？うん、ハツ とサラダと、はい、レバニラと。注文したのがこちら、
プロで活躍するため食事にもこだわっている。結構鶏肉食ってましたね。高タンパク質ってのあると思うんですけど、筋肉の元となるタンパク質を多く含んだ食材を摂るよう心がけている。こだわりの食事とハードな練習により足は筋肉に覆われ太い。すげえな。中川がサッカーを始めたのは3歳の時。幼い頃から身長が低く、小学6年生でわずか127センチ。そうか、確かにな。平均よりおよそ20センチも低かった。こちらはその当時の映像。ユニフォームがブカブカ。しかしひとたびボールを持つと、さあ中川がすごいですね。すごいですね。今も4人に囲まれましたけどね。確かにうまいな。4人に囲まれながらも巧みなボールコントロールで翻弄する。見事大会 MVP に輝いた。しかし身長の低さで苦労することも多かったという。 Going は中川の実家を訪ねた。どうも、こんにちは。こんにちは。出迎えてくれたのはご両親。身長168センチの父と148センチの母の間に生まれた中川。少年時代について聞くと、身長小さいとね、学年学年でコーチ変わったりすると、最初はやっぱりサブなんだよね。同じレベルだったらやっぱり身長の高い子が出るだろうなと。成長するにつれチームメイトとの体格差は広がる一方、するとコーチから身長を伸ばす治療を勧められたという。コーチの方から話があったりとか、ね、行けばそういう注射とかあるとかは聞いてたんだけど、医療の力で身長を伸ばせばサッカーでは有利になるかもしれない。しかし中川は、親からもらった体なんでこれでもできるんだっていうのは親にも証明したかったので、逆にその話を聞いて悔しい思いはありましたね。ありのままの自分で戦うことを決意。努力を重ねると世代別の日本代表に選出されるまでに成長した。そして3年前、18歳で J リーガーとなった。中川はなぜ J リーグで活躍できるのか。元日本代表の津波さんは、狙い通りのところに背負って蹴るし、素晴らしいパスセンス持ってるかなと。武器は精度の高いキックとパスセンス。それが分かるプレーがこちら。ディフェンダーの間を突くスルーパスでゴールを生んだ。このパスはもう最高ですよ、ね、受け手の最高のスピードのところにちょうど合わせたりとか、最後ワンタッチでプレーできるように最後スピードをパスピードを落としたりとか、プロゴルファーのパターを思い出しますね。強く打って最後ヒューって止まるような、そういう非常にこう技術的に難度の高いパス。さらに精度の高いキックでスーパーゴール。中川には活躍することで伝えたい思いがある。低い身長、これからサッカー目指している人にとってはすごいポジティブなことだと思うので、小さい身長の選手に夢を与えたい。努力で身長の壁を乗り越えてきた中川、今日もゴールにつながる活躍を見せた。身長155センチ、柏の中川博人、ホームで迎えた神戸との一戦に先発出場。前半8分、この位置の中川に注目。身長175センチの相手の足が中川の頭と接触。気迫のプレーを見せます。すると柏はフリーキックのチャンス。シュートは直接ゴールへ。リオオリンピック代表候補山中の J1 初ゴールで先制します。
エンドが変わった後半8分、ボールを拾った中川がパス。キーパーが弾いたボールに反応したのは伊藤。これで2対0。中川が2人のディフェンスを引きつけて絶妙なパス。このプレーが起点となり、柏の追加点が生まれます。さらに後半20分、中川が個人技でチャンスを作ります。この見事なターンから左足。しかしこれはゴールはなりません。さらに右サイドの中川がスルーパス。クロスを送りますが追加点は奪えず、2対0で勝利した柏。